こんにちは。今回の動画は雨降りのですね、陣の内の、後編になります。前編も釣れてなかったんですけど、後編もやっぱり釣れてないです。釣れたのはというとですね、ほぼほぼあれだけですよ。土消し込みあたりで釣れた尺半のヘラブナだけですね。いやー、久々の雨降りということで結構期待して張り切って釣りに来たんですけどね、なんでこんなに釣れないんですかね。ほんと自分のこの右側の川の筋のとこの人はもう人が入れ替わってるんですけど、そこのポイントだけなんかずっと釣れてるんですよね。あまりに釣れてるんで、あんまりそっちは見ないようにしてます。ちょっと心が折れるといけないので。いやー、魚も釣れてなかったんですけど、カメラも撮影されてなかったみたいですね。なんか今日は全てがグダグダな感じで進んでおります。そんなことだとあれですよね、もう今このタイミングで尺半が釣れてたらもうなんかショックで立ち上がれないぐらいのあれですよね。もうなんかもう次から撮影するのやだなみたいな。とりあえずですね、もう餌も少なくなってきたんで、次使う餌の準備をですねしながら、ちょっと腰を伸ばしつつ気分転換してみたいと思います。餌を新しくして気分もリフレッシュ、頑張ります。いやー、今年の春の北山ダムはもう結構マッシュポテトばらまきに来てるんですけどね、もう全然それに見合うだけの魚釣ってないような気がします。俺のマッシュポテト食べて魚やっぱ大きくなってんのかな、これ。たぶんちょっともしかしたらただ水を汚しに来てるだけっていうのもあるんですけど、多分ですね、もうどんくらいかな、10袋ぐらいはマッシュポテト、これ700グラム入りなんですけど使ってると思うんで、まあざっと見積もって7キロ、7キロはもうばらまいてますね。多分7キロ以上使ってると思います。あとあれですね、このマッシュポテトと一緒になんか入れてるあの手焼きのお麩があるんですけど、それも結構あの岡村さんにほぼほぼ渡してしまったので、また買いに行ってきました。なんとですね、価格が去年か一昨年買った時には3キロぐらいお麩が入ってて800円だったんですよね。それがなんとこないだ買いに行ったら1500円に値上がりしてました。倍ですよ、倍。めっちゃ高くなっとった、びっくりしちゃった。でも3キロで1500円っていうことは、100グラムでいくらだ、ちょっとわかんないや、誰か計算してください。とりあえずめっちゃ安いな、安いんですけどね。マッシュポテトにそのお麩を入れるとめっちゃ値段が安くなってお得な気がします。そしてお得なだけじゃなくてですね、あのマッシュポテトってずっとこう練り込んでいくとペタッとして開かなくなるんですけど、そのお麩を入れとくとですね、結構手焼きでしっかり焼いてあるお麩なんでめっちゃ開くんですよね。と、分かりやすく言うと丸球の白ベラ、なんかあの白マッハって自分たちは呼んでるんですけど、もうマッハ張りに開くんですよね。だからまあ値段も安くなるし開きもいいし魚の食いもいいみたいな、
三拍子揃ってますね。今無理やり三拍子にしてみましたけど、はい。でグダグダ言いながら編集している間に連れてるこのお魚なんですけど、こいつはもう2回目の登場になります。前編にも登場してもらったお魚ですね、はい。あまりに釣れてないのでもう一度出てもらうことにしました。突っ込まれる前に自白しときます。なんかこんくらいの感じでこうパラパラこう小雨が降ってる感じってなんか癒されますよね。自分は結構こういう感じで小雨が降る中パラソルさして釣るの結構好きなんですよね。なんか似たような感じだとですね、あのキャンプとか行ってこんな感じで小雨が降る中こうテントの中でコーヒー飲みながらなんか文庫本とか読んでるのとかも結構好きですね。もうまったり何にもしねえぞ今日はみたいな、寝て起きて本読んでみたいな、そういうのいいっすよね。もうほんと連休だったらどっか北山のキャンプ場でも行こうかな。北山のキャンプ場ってあれなんですよ、あのタダなんですよね。なんとタダで泊まれるんですよ。なんか今綺麗にツンって当たって合わせたのになんか木の枝が上がってきたんですけど、なんですかねこの枝は。ちょっと息がいいのかひょっとして。いやなんか馴染みもゆっくりやったしめっちゃ触ってますやんね。やっぱさっきのは魚やな。絶対いると思いますね、これ。もうそろそろ釣れると思います。っていうか、ズバッと消し込みあたりでこの後釣れるんですけどね。尺半が。へへ。自分は知ってるんです。編集してるから。でも本当自分の周りだけ局地的に今日は渋いみたいなんでなかなか食わないですね。もういるとは分かってるんですけどね。もうなんかなんでこんな食わないかな。やっぱぶら下がったまま待ってるから食わないですかね。やっぱ結構あれですもんね、よく釣れる時ってやっぱ落ち込みでそのままだって持っていくのが多いですもんね。でも今日もそういう当たりが出ないかなと思って頑張ったんですけど、一向に落ち込みで受けてそのままズバッという当たりが出ないんですよね。そもそも魚の活性が低そうなんで、やっぱりぶら下げてちょっとじっくり待っといた方がいいのかな。今日はどうなんだろうな。これも同じような感じで餌付けしてるんですけど、やっぱ馴染みが若干甘いですよね。だから絶対餌の周りにはいるんですよね、ヘラブナが。パクって食べないだけで、こうきっと多分この周りのばらけたやつをただ食いしてるやつがいるわけですよね。早く食わねえかな。でですね、さっきからずっと自分の竿掛けを真ん中にしてちょっと右に振り込んでみたり左に振り込んでみたりいろいろ試してたんですけど、なんかどうもちょっと左側に振り込んだ時の方がよく
触りが出てるんですよね。というわけで今これはちょっと左側に振り込んでるとこですね。だからちょっとこうカメラが動いて見づらいんですけど、おーっと見ました今のズバって入ったやつ。そしてこれが引っ張りに引っ張ったズバッと消し込みあたりで釣れた尺半でーす。いやー、やっとこいつ登場してくれましたね。っていうかこの日ほんと3枚しか釣れてないんで、どうやって動画にしようかめっちゃ悩んだんですよね。でも最後に尺半が消し込みあたりで釣れてくれたんで、やった、これで一本動画できるみたいな感じで、ちょっと今からウキウキで手持ち撮影をするとこになります。ニヤニヤが止まらないかを見てやってください。と思ったら思いのほかなんかニヤニヤしてませんね。全然やっと釣れてほっとしたって感じなんですかね。で魚の方もなんかちょっと一回はたいちゃいましたよ的な感じで、ちょっと傷だらけで見た目はあんまよろしくないんですけども、顔つきはやっぱちょっとなんかのべらって感じでかっこいいですね。これのもうちょっと大きいやつが釣りたいんですけどね、本当はなかなか今年は釣れてくれないです。というわけで今年はまた全然違う場所を釣りに行ってみようかなって今ちょっと考えてるんですけど、どうにかしてもっと大きいやつをこう釣る瞬間を画像として残したいんですよね。どこに行こうかな。ね、しょっちゅう釣りに通うことを考えるとやっぱ自分の家から車で1時間圏内ぐらいで行けるところがいいんですけどね。そんなところに50神がいるとこあんのかな。ちょっといろいろ周りの方に聞いてみたりとかネットで調べたりとかして探してみたいと思います。でもこれでマジで50神釣れた動画とかできたらすげえな。めっちゃ人気出るんだろうな、そんなの撮れたら。まあ奇跡に等しいですけどね。あー、なんか俺と離れるのが嫌なんですかね。ちょっとなんか名残惜しそうにくるっと俺のとこにまた戻ってきましたね。ですね、今次投稿するために編集している動画は、あの岡村さんっていう YouTuber の方と、もう場所ここなんですけど、あの陣の内であのお弁当を食べましょうっていう動画を編集してます。でまあお弁当食べ終わった後でついでに、本当についでになんですけど、一応ちょっとヘラブナ釣りも一緒にしてみようかなっていう感じのやつを編集してます。なんかですね、自分があの朝から頑張ってお弁当を作っている時間帯にですね、なんか一人でめっちゃ入れパクを楽しんで、おまけになんか尺半のヘラブナを釣ってるみたいなんですよね。なんかそれもあの俺が分けてあげたあの手焼きのオフを入れた餌で釣ってるみたいなんですよね。というわけで次回は入れパクを楽しんだ岡村さんの横で釣れない自分が釣りをしたっていう動画になります。最後までご視聴ありがとうございました。これからも釣れないけど頑張ってヘラブナ釣りをやっていきたいと思います。もっと頑張れっていう方はいいねボタンで応援してください。あとですね、そのうち50神を釣ってる決定的瞬間も動画に収めて YouTube 上に上げたいと思うので、チャンネル登録して見逃さないようにしてください。頑張ればきっと撮影できると思ってるんでよろしくお願いします。